アルジュレスガゾスとは、フランス、奥下にー地域圏、オートイコールピレネー圏のコミューン。ピレネー山脈の中にあり、コミューン内でポー側とアジュール側が合流する。またコミューンにおいて、ルルドとガバルニーをつなぐ、国道21号線が通過する。21号線は、ピレネーザトランティック圏からスーロール峠及びオービスク、峠の往来を可能にしている。鉄道路線があるが、 二つのバス路線が、ルルドや周辺コミューンへの往来を担っている。現在は、ラブダン地方の主要な交差地点となっている、河川の合流地点を見下ろす高台の上に、アルジュレスガゾスとの旧地区が築かれた。旧地区には、1870年に、鉄道駅ができたかつての村オウとベザックが含まれる。19世紀末のアルジュレスは繁栄の時代であった。この時期に、 カジノや20エーカーの英国式庭園、スパが作られた。第一次世界大戦後にこの黄金期は終焉した。現在は、呼吸器関係等の患者が療養のためやってくる土地となっている。ソースイコールカシニー・ NSEE ハット、ジェンタイル s ・ s u r レ・ e a ア・ i ハ・ビ・ a b i ドット・フ・アーカンサルトル18-07 2008リーセンスメントで2006でコミューンズでオットピラニツハット http コロンスラッシュスラッシュ c a s s i n i ドット e h e s s ドット f r スラッシュ p o o p u l a t i o n p a r コンミューンアバント1962ありがとうございます